僕はゴールドシップの幼馴染みですが、に対する視聴者の反応集。旧社のエースの親友にはこのくらいは欲しい。ダブルエースなんよ。普通なら片っぽだけで旧社がひっくり返るレベルのエースなんよ。でも2頭揃って切磋琢磨できたから、ここまで来れたんだ。なのですが、の脳は焼かれた。片やクラシック初期から暴れ散らかし有馬記念まで取って帰る。片や遅咲きとはいえ三冠牝馬他実力者集まる秋天で覚醒しのちに世界一になる。ラノベか？ジャンプ漫画か？この2頭が仲良くてお互いにアホみたいな戦績なの奇跡だよな。ゴルシが早い段階で G1 勝ちまくったおかげでジャスの方は無理のないスケジュールで走れたのよね。ジャスって出身牧場不明だから幼馴染みとかわからんのよね。ジャスタウェイって白老ファーム出身じゃなかったっけ？ジャスタウェイはそう、白老ファーム生産。ただ母馬が浦河町の、どこかの牧場、に委託されてそこで生まれたらしい。そうか、思えば白老ファームは浦河町ではないな。またジャスタウェイは、浦河町、白老ファーム生産馬である。これはおそらく白老ファームから繁殖牝馬が浦河町内のどこかに予託されて、そこで生産されたものと推測される。結論から言うと故郷を確定させることはできなかったみたい。ゴルシなら仲いいかはわからんが6歳児の並走相手ベルラップくんもいるぞ。ベルラップはヤマトやオーナーが一口馬主だったね。父ハーツくらいだし育成厩舎もジャスタウェイと同じ空港牧場の C1 厩舎だし、まさにジャスタウェイ2世。僕もゴールドシップの親友です。通してください。ゴルシはジャスタウェイとの関係性ばっかり語られるけど、ゴルシには大聖モンスターっていうもう一人のお友達がいたんだ。なんかどっかで見たような面してると思ったら、勇者の子供じゃないか。勇者の息子でモンスターの名を冠するも実は穏やかで白いの。実はこっちの方がモンスター、に懐かれるというなかなかのポジション。ジャスタウェイとは言わずもがな、大聖モンスターとかグラスワンダーとかとの話を聞くと社交性が冠するとしてるんやなって。ちなみに大聖モンスターくんは現在軽種馬調教センターというところでお仕事してるぞ。なーにがゴールドシップの親友だ。こちとらゴールドシップの幼馴染み様だぞ。ゴールドシップに追いかけられてたやつ。ゴールドシップに追いかけられてたやつだ。おい、ゴールドシップが問題児に聞こえてしまうだろ。逆に問題児じゃなかったらなんだよ。仕事のできる男。実際レースに何回か勝ちました。母親と引き離されたと思ったら天性のフィジカルエリートに追いかけ回されるのほんと芝。いやーきついっす。繁殖牝馬が数えるほどしかいない家族経営の小さな牧場で、奥稼ぐ馬が同時期に2頭出たの普通にすごい。しかも両方種母馬入りできたんだからすごい。ボアゾンブラックくん、出口牧場生産馬として現状2頭だけの賞金億超えの片割れなんだよな。13億のユーマは置いといて中央で8000万稼いだ後地方で4000万稼いでるからすごい。園田で世代ナンバーワンになってから中央移籍して活躍してるのもすごいし、門別移籍で復活したのもすごい。中央でオープン2つ買っとるし。なんか芝のオープン戦買ってる。馬柱見てたら一緒に走ってる馬にロゴタイプいて草生えた。ベストウォーリア、ダノンレジェンド、ワンダーアキュート、大勢レジェンド。と争ってるし先着したりもしてて普通に強い。勝手に地方生え抜き地方重賞しか走ってない馬かと、すみません。ちなみにポアゾンブラックくんも500キロオーバーの巨体なので、出口牧場は白くてでかいのと黒くてでかいのが同時期にいたらしい。この頃のエピソードもっと出てこないかな。ポアゾンブラックくんで牛耳51キロでゴルシよりでかい馬なんだな。ダート馬の方が大柄が多いとは聞くけど体高171はご立派だ。ポアゾンくんはクリゲークレア時代なシップくんから知ってるのかな。だったらいいな。いつの日か出口牧場生産の父ゴールドシップ母父ポアゾンブラックまたはその逆の馬を見てみたい。3区30頭しかいないのに準オープン馬や地方重賞馬出してるのは地味にすごいのでは。この年の出口牧場のボバは3頭で、うちの2頭が1億以上稼いで、しかもどちらもそれなりによくやっている種ボバになるなんて本当にすごい当たり年だったんだな。馬主さんは最初別の馬買おうとしてたら競り負けて、別馬のブラックくん勧められて購入したみたいだね。それが活躍するんだから、世の中よくわからんね。